プーチンはガスを完全に止めるか、かなり濃厚なメンバー、最強のカード。この新しい天然ガスパイプラインというのもロシアから中国に向けて建設中という、ヨーロッパへの天然ガスを全てバルブを閉めてしまって、それをまあロシア国内に回す、完全にストップさせた場合、政治経済的な大混乱を。こんにちは、カズです。越境 3.0 ということで、今日も始まりました越境 3.0 チャンネル。本日もどうぞよろしくお願いします。本日のテーマは、プーチンはガスを完全に止めるかというところでお話を進めてみたいと思います。プーチン大統領、トルコとイランの首脳会談に出席しました。ロシアはプーチン大統領、そしてトルコはエルドアン大統領、そしてイランはライシ大統領ということで、まあかなり濃厚なメンバーの3人が集まったなという、まあそういった首脳会談なんですけれども、まあ先週バイデンが中東を訪問して、で、サウジアラビアとかイスラエル、そして湾岸協力会議のアラブ諸国の国々と会談を行ったということで、まあその翌週に設定されたこのロシア、トルコ、イランの三国首脳会談、これ非常に注目されたんですけども、いろいろとニュースを見てみたら、まあ意外と大した結果、大した発表はなされてないなという感じで、まあ主にシリア内戦、そして黒海からの穀物輸出に関して議論が交わされたということなんですけども、その主要な2つのテーマに対しては、まあ大した結果は発表されてないという、まあそういった感じですよね。まあでもその裏にですね、その背景に、その3つの国が集まって話をするっていうところに、ものすごいこのいろんなメッセージが、まあ詰め込まれていると思うんですけども、まあ対西側に対する、まあ対抗姿勢というか、まあそういったのが、そのまあ垣間見れるんじゃないかなと思うんですよ。まあその中でトルコという国がね、非常に不気味な存在というか、まあ NATO 加盟国でもあるし、まあロシア、プーチンとの、まあ交渉役というか窓口にもなってるし、まあ西側とこのロシア側の、まあちょうど中間に、間に挟まれたような立ち位置にあるのがトルコで、でそのトルコと、まあロシア、イランと、まあ会談をやったということなんですけども、まあでもロシアとイランというのも実は一枚岩ではなくて、まあシリア内戦に関してはアサド政権を支援しているという意味では、ロシア、イランというのは、まあ一枚岩になっているのかな。でもまあそれに対して、まあトルコというのは反アサド政権の自由シリア軍を支援して、でアサド政権と連携を始めたクルド人武装勢力を、まあ攻撃を大規模にこれから始めていくということなんで、シリア内戦に関してはそのトルコの暴走を抑えるためにロシアとイランが、まあ集まって話をして三者会談という形なんですけれども、まあそれに関してはトルコとしては何か別のそのお土産というか外交カードが必要なんじゃないかなということで、でまあそれに対して、まあ大きな結果は出てないんじゃないかなという、まあそういった印象なんですよ。まあ、こちらもね、シリア内戦に関して、まあ、新しい動きがありましたら、越境 3.0 チャンネルの方でも配信していきたいと思うんですけども、まあ、今回、その三者会談の中で、ちょっと越境 3.0 チャンネルでピックアップしたいのは、ロシア、プーチンが、欧州への天然ガスを完全に止めるのではないかと。で、それに対して、まあ、ロシア側には正当な理由があるみたいなことが、今回、テヘランの会談で、プーチンが記者にコメントをしたという、中東カタールの国営メディア、アルジャジーラのニュース記事です。プーチンはヨーロッパのガス供給は減少し続ける可能性があると警告。まあ、プーチン大統領のこの、まあ、天然ガス供給に関する声明というのは、ロシアはこの冬にガスを完全に遮断する可能性があると。で、それはプーチンにとっては、まあ、それほど大きな痛手ではないにもかかわらず、欧州を劇的に弱らせることができるという、実はこれはある意味プーチンにとって最強のカード、まあ、ジョーカーのようなね、この天然ガス関連の動画の中でコメント欄にもよく書かれるのが、ヨーロッパに対して天然ガスを止めるとロシアも苦しむんじゃないかと。なぜなら天然ガスの収入がロシアに入ってこなくなるから戦争を続けられなくなるんじゃないのというような、そういったコメントも、まあ結構ちょこちょこコメント欄の方にいただいてるんですよね。まあ確かにロシアは化石燃料の輸出、まあ天然ガスも含めて石油、石炭といった化石燃料の輸出が、まあ国家収入の大きな割合を占めているんだけれども、石油、石炭、そして天然ガス、この3つの収益、3本柱の中に占める天然ガスの割合というのは実は結構小さくて、ロシアはガスの輸出ができなくてもロシアの財政にとって実は原油や石炭ほどの大きなインパクトはないということなんですよね。まあ、2020年と2021年比較して、まあ、化石燃料の輸出っていうのはまあ若干増えてはいるんだけれども、まあ、その中の天然ガスが占める割合、全体の輸出の中の 13% で、で石油、天然ガス、石炭といった化石燃料の収入に関しては天然ガスというのは全体の 21%、まあ、石炭や石油の収入の方が圧倒的に多いんですよね。でそれともう一つ、
もしもロシアがヨーロッパへの天然ガスを完全に供給を停止した場合、全てのガスを止めてしまっても、これは代わりに中国がそのロシアの安いガスをさらに大量に買うことになるわけですよ。なのでロシアからしてみれば、天然ガスは全体の収入の割合のうちの、まあ、大きな割合を占めるわけではないし、まあ、それが全てなくなったとしても、まあ、それは全てなくならない、それは全て中国がきっと買ってくれるだろうと、まあ、いうことで、まあ、ロシアからしてみれば、まあまあ結構安牌の戦略なんですよ。実際中国はロシアからの天然ガス輸入を拡大していますし、まあ、今年の2月ウクライナ侵攻直後には中国の国有石油大手の中国石油天然気集団 CNPC と、あとロシア国営の、まあ、世界最大のガス企業ガスプロムによる、まあ、天然ガスの輸入拡大が発表されているんですよね。現在ロシアと中国をつなぐ天然ガスパイプラインというのは、2019年に稼働開始したシベリアの力だけでも年間輸送能力は380億立方メートルで、そして2月の合意でサハリンからの新パイプラインを建設して年間100億立方メートルを中国への輸出として上積みする計画というのがすでに発表されているんですね。で、この新しい天然ガスパイプラインというのもロシアから中国に向けて建設中という、そういった段階に来てるわけですよ。なのでロシアからしてみれば、ヨーロッパへの天然ガスを全てバルブを閉めてしまって、それをまあロシア国内に回す、あるいは中国への輸出用に回すっていうことで、まあ十分対応ができるということなんですよね。ロシアの天然ガス収入が全くなくなるということはおそらく考えにくい。で、ロシアが欧州への天然ガスを止めることで、やっぱ困るのは、まあ、ヨーロッパなんですよ。ロシアがもしも、このヨーロッパへの天然ガスを完全にストップさせた場合、ヨーロッパ諸国は、まあ、冬の間、もうこの燃料を求めて奮闘して、もう政治経済的な大混乱を引き起こす可能性というのが非常に高くなっている。まあ、実際イギリスでもジョンソン首相を辞任しましたし、イタリアもドラギ首相が辞めたし、で、次ドイツのショルツ首相なんじゃないか、なんて言われてるしね。まあ、ヨーロッパ首脳がどんどん退陣をしている中で、まあ、政治的な混乱というのがさらに激しくなってきているわけですよ。まあ、そういった状況に陥れるという意味では、まあ、ロシアという国のその天然ガスカードっていうのは、まあ、ロシアからしてみればある意味最強のジョーカーのようなカードなんですよね。で、実際ロシアが今供給をストップしている、その定期点検に出しているそのノルドストリーム1、確か定期点検が今日までですね。で、何もなければ明日から天然ガスは再稼働するわけですけれども、その稼働、その天然ガス供給量というのも通常の供給量よりもだいぶ減少されるということをプーチンは言っています。このノルドストリーム1を介してロシアからドイツに送られる天然ガスの量というのは1日あたり6000万立方メートルからその約半分の3000万立方メートルに今減少しているわけですよ。で、実際タービンが今修理に出ていて、そのタービンの修理が戻ってくればいいんだけれども、もしも戻ってこない場合、タービンがすぐに交換されない場合というのは、まあ、その容量というのはさらに5分の1減って600万立方メートルになるということを、まあ、プーチンは言っているんですよね。で、その一方でプーチン大統領は、まあ、ロシアとしては最近完成したノルドストリーム2の方、ノルドストリーム2、ノルドストリーム1と一緒に並走して、まあ、建設されたパイプラインなんですけれども、まあ、そのノルドストリーム2というのはロシアのウクライナ侵攻が始まって、まあ、西側諸国からの、まあ、多くの反対があって、ドイツはそれを動かすことができなかったんですね。でも完成してるんですよ。要はあとはもうバルブを開くだけという状態なんですね。そのノルドストリーム2のパイプラインの方を、まあ、すぐに起動することができると、まあ、プーチン大統領は言ってるんですけれども、まあ、でもそこに流し込むその天然ガス、これはロシア国内向けにほぼもう使う用途で決まっていると。まあ、なぜなら西側の制裁によって、まあ、ロシアのガスの購入をどんどん減らしていくということが発表されているので、まあ、当然ロシアとしてはそれは別の方に回すという、そういった計画を立てていかなければならないから、まあ、ロシアの国内向けのニーズに、まあ、その天然ガスは使用されると。なので、まあ、ノルドストリーム2は、まあ、すぐに動かすことはできるけれども、実際そこに流し込めるガスの量というのは、まあ、実際の容量の半分しか供給できないということを言っているんですね。で、まあ、プーチンが言っているのは、まあ、ロシアとしては天然ガスを止めることは簡単であると。天然ガスを止めてもロシアは何も痛くないと。まあ、でもそれ以上に、まあ、先ほど言ったように、まあ、ロシアにとって重要なのは石油。石油というのは、まあ、国家財政の非常に大きな割合を占めていて、まあ、その石油に対する制裁というのを、まあ、プーチンは恐れているわけですよね。西側諸国のロシアに対する制裁の一環として、ロシアの石油の価格制限をする計画、先日これ発表されたじゃないですか。ロシアの石油をいくら以上で買ってはいけないという、まあ、そういった計画は、まあ、世界の石油市場を不安定化をもたらし、価格を高騰させる要因になると、まあ、西側に警告したと
ということで、まあ、その石油に対する制裁というのは、まあ、非常に、まあ、プーチンも恐れているわけですよ。というように、まあ、もしもプーチンの欧州への天然ガス供給というのがもう完全に遮断されてしまった場合、まあ、ロシア側のメディアが発表していたのは欧州経済は完全に崩壊すると、まあ、先日こういった動画流しました。天然ガス危機、ロシアメディアは欧州崩壊を予測ということで、まあ、今年の秋から冬にかけてね、非常に厳しい状態になっていくんではないかと思うんですけれども、まあ、ロシアの、まあ、天然ガス供給に関する話題、非常に注目となっておりますので、また新しい情報が入りましたら引き続き越境 3.0 チャンネルの方でも配信していきたいと思います。そして最後にご案内です。仙台の方でセミナーを行います。仙台セミナー&コーヒー座談会、世界は激変した、目の前に迫る食料危機とエネルギー危機、事前予約制30名様限定のセミナーです。2022年8月27日土曜日13時半スタートです。詳細と参加申し込みは概要欄の方からどうぞよろしくお願いします。仙台の皆さんお待ちしております。コーヒー座談会でぜひ Q&A で楽しく進めてまいりたいと思いますので、ぜひお楽しみにしていてください。よろしくお願いします。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方はぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。せーの、 Here we go。世界とつながりたいあなた、待ってます。